10章たぬきじじいの依頼もうそろそろ終わりやな <laughs> おい気づけ気づけ町の町のみんな血だらけやぞおい手当てしたろういうやつおらんのかへ宮本武蔵へへ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  お前らが呼べ <laughs> 人を呼んでちゃうねんお前らが呼べお誰か助けてくれた布ふとんめちゃめちゃ豪快ないかいあっ光悦か助けてくれたんあげはお伊藤さんも来たあここ達也やな 膝下ろしたらしいじゃね。大丈夫なのか？こいつは？偶然通りかかった。俺の手下が発見してな。偶然やな。なんとかここまで運んでくることができた。<laughs> 偶然やな。傷自体は大したことね。えんだが、ここ最近戦いが続いてたせいで疲れが限界に達したんだろう。あ,あ傷大したことないんや。今は休ませてやれ。おい。当時も大したことないの。そうか。おうん。 伊藤さんもありがとうなあん時なねえ伊藤さん吉野太夫うん一体どういうことなそろそろなんかな気づくよな吉野太夫ななんで旦那がこないに傷つかなあかんの鋭い眼差しやの <noise> どうすんねん言うんか伊藤さん それはかつて一党一党祭という名の剣士だった伊藤さんが剣士 <laughs> めっちゃ驚くやんああそしてこいつはまたある一人の剣士だったお,<う>おはるそう宮本武蔵だああちゃうねんちゃうねんちゃうねん,ちゃうねんではるか あー泣いちゃったちょもうちょい詳しく説明したらよそんなぼっこりする布団ああ看病してくれてんねや太夫が太夫が看病してくれんねや 毛ぬぐい薄、布団厚ふぅ、<laughs> これでよしとあ？おはる、どないしたいや、別にせやけど驚いたな旦那があの宮本武蔵やなんて気づいてたんちゃうか、うん、でもま、別に旦那が誰であっても

いやお春は,はまだ勘違いしてるな早めえ冷まして説明せの桐生さんが宮本武蔵おはるかの回想かなこれ 丸目さんか。丸目さんっぽいな。誰か乗ってんじゃん、中に。どうした。何かあったのか。マジックでよう見るやつや。刺されるパターン。 これがおはるの家族かうわぁくっさ、うん、誰が入ってんねん、ここおはるちゃい時のおはる <laughs> 丸目さんやな、これ 鈴。奪ったんか、<laughs> お前強いな。<laughs> え。<laughs> わざと奪って、逃がしたんか。<laughs> 走り方かわいい、ちょこ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 。 こうわざと逃がしたな宮本武蔵って言うために犯人をいやまあそういう状況なら仕方ないわなああっ源さんやんこいつええってこいつキモいわ おいジョマテオジョマテオジャハルカカウコアなってる殺すの吉野さんダユ<夫>別に止めへんであんたが後悔せんかったらの話やけどね後悔するぞハルカ まだどっかで信じたいねんなきりちゃんのことを。あんたと旦那に何があったんかはよう知らへんけどもし殺すとしたらもう少し後でもええやないの<ん>この人が本当にあんたの知ってる宮本武蔵かどうか確かめてからでも。ああ 終わるもん、泣いて。<laughs> よう我慢した。ありがとう、太夫も。あげやろほんでお前。似合うなー。ふっ。いかけんで、の旦那。起きてたんかい。わお。 なんでそれに気づくのお前。何だフりなんぞして。殺される覚悟やったんかそんなやみ上がりでタバコ吸うて。今の俺は。あいつに何も言えないからな。ゆえゆえゆえ。勘違いとけ。そう。 いや吉野も吉野で何を企んでんのお前さあこれでいよいよ振り出しだなキリュあんな可愛い顔見たやつにこいつの顔見たないわああ吉岡道場に果たし状を送ったもう一人の武蔵っていうのは当時だったわけだからまあそういうことよなお春の両親を殺した宮本武蔵っていうのは誰なのかは結局分からずじまいかあ方々で道場破りしてんのは ほんまに宮本武蔵を語ってるやつやけど、今回だけは当時ってことやな。これからどうするんだ、お前さん。ジオンから出ていくのか伊藤さん、どこ向いてんねん<え>出ていくなんで出ていかなあかん,ねん,ほんでだが、お前さんがあの町にいたのは、佐々木や丸ルと言った連中と戦うためだったんだろうおう。居場所がバレちまった以上、もう奴らを待ち伏せすることはできねえ。いやまあ確かにな。 それにお前さんの正体を知って命を狙いに来る連中もいるはずだそうなったらお春と吉野大夫も危ないんちゃうどうした何かは別に祇園に残る理由でもあるのかあるよな伊藤さんあんたはどうなんだ <laughs> だからどこ見てんねんって、うん俺が俺はまあ別に行くあてもねえししばらくあの町で生きていくさ駆け回りとしてのまあ居づらくなったら 気ままに出ていけばいいだけの話だからな。うん。どうしたんだ俺はハかと約束したんだ。仇を打つってな。そうやな。だからまだギオから去るわけにはいかない。それに。それにそれに <laughs> 同じこと言うなや、キモいな。いや。なんでもない。てかさ、おはるの仇取るってなったら、そうなったら丸目さんよな。 丸目さんと戦うんか殺すんか吉野かえ <laughs> あそっちあの女はやめておけなんでえお前と吉野の間に何があったのかは知らねだがあの女には何か裏があるいやそうよな一緒にいればいつかお前を裏切るようなことをするかもしれねおおお何おおおか裏はあんねんどういうことなんだあの鶴屋の炎上表沙汰になっちゃいねえが 火の出所はユはジ事の控え部屋だったらしいんだあ吉野太夫がやったんかじゃあお前は吉野が火をつけたと。いや、あり得るな。まあ、その可能性が高いってことだ。あの日、遠赤が始まってから火がつくまでの間に、あの座敷から外に出たのは吉野だけだ。おい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 、誰と繋がってん、ね、のほなああ。だが他の座敷にも。 ユージョはいたはずだ。それにユージョだったら誰でもその部屋には入れるだろう。ヨシノと決まったわけじゃない。え、これどうなってんねやろイタクラがおはるを座敷から連れ出した時、ヨシノは2人の後を追いに出て行った。せやな、助けようともせずにな。しかし、火事が起きて火が回った時には、イタクラとおはるのそばにヨシノはいな。かったおらんかった。おかみが必死で客とユージョを店から避難させた時。 そこにも吉野の姿はなかったそうだ。おいおいおい、怪しなってきたぞ、吉野まさか、あの吉野がはな。一言やな、お前、ほんま。俺も信じたくはねえさ。だが、吉野が火をつけたと考えると、辻褄が合うんだ。なあ、バッチン合やわな。だが、なんで吉野は火をつけるような真似を。徳川とつながってんのかさあな。そいつばっかり本人に聞いてみないことにはわからない。だが、 あの時小次郎はあたかも鶴屋に火がつくことを知っていたような口ぶりだった確かにおはるの命が危ない言うてたしなつまり小次郎と吉野は裏で繋がってるということかえーマジヘアジャブの方を取った鶴屋からおはるを連れ出そうとした板倉それを阻止しようとした小次郎と丸めお<う>そして小次郎に協力して鶴屋に火を放った吉野はいはいはい 一体何が起こってるんだ <laughs> 状況整理だけしてくれたなお前わからないだが全ての鍵を握っているのは遥かということだけは間違いないいやそうやなで遥かを逃がした丸目さんの意図よキリ悪いことは言わんお前さんこの件から手を引けどうすんねんまあ、引くわけないと思うけどお前がおはから頼まれた敵討ち どうも話が大きな方向に進んでる、うん、これ以上足を踏み入れると取り返しのつかないことになるぞえてかさそうなったらさ丸部さんが遥を逃がす遥は逃げてきたところに、えー、胸の傷のあるお坊さんと出会うそれは松下とのじっちゃんやろ松下とのじっちゃんが桐生を頼れっていうここまでシナリオを描いてんちゃうかいや俺はやるやろうね キリュウ伊藤さん、あんた前に言ったよな。俺はバカだと。お<う>いや、あれ話の例えだ。<laughs> 俺はな、伊藤さん。あんたにそう言ってもらえたのが嬉しかった。<laughs> 嬉しかったんや、お前 <laughs>。だから自分が信じた道を突き進す。お<う>たとえその先に地獄が待っていたとしてもな。男やなあ。 そうかなら俺は止めないおおめえの好きにあれやいいさいいね剣士やな伊藤さん伊藤さんもキリヤやっぱおめえは本物のおバカだなああ <laughs> まあそこまで腹は決まってんならよ自分が納得するまであれまる <laughs> ああでも絶対にあんたたちには迷惑はかけない青かかけるっちゅうなおい何水くせこと言ってんだ こうなら俺もやけだ、お前、とことんお前に付き合ってやるよ。な。ええな。伊藤さんのせい。ええー、な。<laughs> そうだな。寺島すすのさん。俺にとっちゃ、お前らと一緒にいるのが、一番面白いからな。<laughs> 俺を飽きさせないでくれよ。れおもろいか、おもんないで決めんな、綺麗なポ陶芸。で、これからどうすんだ、お前。ああ、こうなったら、はるかの素性を下げるしかない。せやの。ああ<ん>、てあるのか。 いやないんだ <laughs> ただえー、し陰影のじいさんから気を待てと言われたん気を待てああそのうちはるかに関係した人物が動くらしいたぬきいよな陰影のじいさんはたぬき爺と呼んでいたそいつが俺の元を訪ねると言っていたんだがおもしかして 聞きたいことがあるんじゃん <laughs> おいたぬきじじみたいなやつ来たぞどちら様かなここに勝手に入ってもらっては困るんだがおういやここが情報を売っていると聞いたから来たんじゃん <laughs> <laughs> 怪しいねわかったじゃあ話だけでも聞こう,おうこいつかたぬきじじええー、とこの服着てるぞ多分こいつな 何の用だ、爺さんいや実はな今日に出てきたはいいものの道に迷ってしまってな。はあ、どこへ行きたい祇園の鶴屋という店なんじゃが鶴屋鶴屋だとそれは聞き捨てならんな。実はその店にわしの身内の者がおってな身内その人間に会いたいんじゃよ。 遥かか身内？誰なんだ <laughs> それはいえ <laughs> 芝居たるかで、じいさんが欲しいっていう情報はそれやの場所かそれとも友情の情報かなんかかお<う>実はな、その町で駆け回りとかいう仕事をしておるキリウって名前の男のことなの。おいおいおい、右にいます。 えキリュウだとお前こっち向くなよ向くなてちょっといいかちい <laughs> さんあんたそのキリュウって男の何が知りたいんだお何が知りたいんいや別に何かが知りたいってわけではないのだがあって頼みたいことがあるだけじゃなよね頼みたいことって頼みたいことうん今日に遊びに来るにあたって 古くからの友人に相談したら、その桐生っていう男が、かなり今日の町に詳しいということを聞いてな。はいはいはい、こう陰影のことちゃうか古くからの友人って。友人一体誰なんだ奈良の堅い中で坊主をしておるやつじゃ。<laughs> 奈良のクソガキの先代やな。もしかして。宝蔵院陰影じゃないのかああ。 そうじゃなんで分かったのだやっぱお前がたぬきじじいか俺があんたの探している桐生一馬の助だ。あ、はいよろしく。んほう、お主が。あそうであったのか。<laughs> こいつリズム崩れんな、こいつ喋ってたら。以前、陰影のじいさんから俺を訪ねてくる人物がいると聞いていた。もしかしてあんたが。 そのの人物なのかでも、はるか探してるとしたら全然切羽詰まってる感じはないよな。ん何の話じゃわしはそんなことは知らんぞ。あおい、キリア、このじいさんは違うんじゃないのかたぬきじいさんちゃうんかそうだな。ちゃうんかい思いっきりたぬきじいやん。なあ、じいさんよ。それであんたは俺に何を頼みたいんだお何頼みたいね。ほんで身内誰やね 夜までの今日案内じゃ今日案内は <laughs> 昼に遊郭を訪ねても面白くないからな夜に鶴屋に行くまでの間今日の案内を頼みたいのじゃお前遊郭で遊ぶ気その年で精力剤でも飲んでんのかお前今日 <laughs> 案内じいさん 今日案内はいいが、ちゃんと礼金はいただくぜ。<laughs> 心配するな。たんまりと礼はするぞ。まあ、なりからして金は持ってそうだよな。さて、どこへ連れて行ってくれるのかの。と、その前に腹ごしらえじゃ。うまい団子が食いたいの。デブは団子すっきゃの。もうちょっと、<laughs> ついてきよる。かわいいな。 お前団子食いたいなわかるわかる団子買いに行ったのかほらななんでタヌキじじいじゃないやつの今日案内せなあかんねよーし団子屋さんここやなおいでやっすお武けさん何にしましょうよし食べていくとするか <laughs> えっとこれ団子やなはい30問安いの経験値10にすくな 進んだもぐもぐもぐはあかもがをなかガマを眺めながらくうだんごは格別じゃのううん満足満足。満足してるわじじおおきに毎度ごひいきにありがとうございますよかったらこちらをお持ちください観覧犬剣士の舞を受け取ったなそれさて何かして遊ぼうかのお主 遊びは何をたしなむ俺がやる遊びっていや、博打くらいのもんだ。ほ、うん、う、博打か。お主はバクトなのか、バクトかこれ。バクやな。いや、そういうわけじゃねえが。まあよい、博打じゃ。博打をやろう。博打が好きなのか。わしはやったことはないが、これも庶民の暮らしを知るいい機会。い,いや、なんでもない、こっちの話じゃ。<laughs> なんやねんおいクソ金持ちなんじゃんこいつ。おほんで爆打かなんやバクで落書いかオッケー、うん、さあ着いたね。お、ここが鳥羽か。いや、ここは鳥羽じゃ。おなにやらサイコロをワンの中に投げておる。あれをやってみせてくれ。兄さん、人知りやりたいんかなぜか兄さん、点数あらへんや。点数スをうてくかえセン部でよ。 千点分売ってもらおうか。毎度。だな、一応やりますかい。あ、やっていこうか。ほな。ちんちょってあれやな、サイコロ振ってあれやつやな。よっしゃ、では行きますで。ピンゾロ、ピンゾロ出しちゃった、ピンゾロ数一が。おい、俺もうかけ点三しかないぞ。<laughs> <laughs> 終わった。<laughs> なんじゃもうありかつまらんの謎の資格お命頂ちょうだいつかまする。え、誰を、誰のなんだお前ら。まさか、俺を殺して、名をあげようとする剣士か貴様などに、用はない。邪魔まだてすると、容赦せんぞ。なに<何>お前ら、まさか、このじいさん。何にもんやお前、マジで。モン無用死ねえ、うん。はい、サクッと倒しました。おう。 キリュ殿お主なかなかやるのじいさんあんた、こいつらに恨みを買うようなことでもしたのか。さて、わしにはさっぱり覚えがないのま、そんなことより観光じゃ観光。さて、次はどこに行くかのおい、命を狙われたんですよ。<laughs> 何をのんきに。そうじゃ。今日には見せ物小屋というものがあるそうじゃんな。そこへ行こう。俺、早く早く。

わしはヘビ女が見たかったんじゃがのうまあ今のもなかなか面白かったがいやいや少しばかり小腹が空いたのお前団子食う歌ばっかやろ、うん、そうじゃ髪型髪型といえばうどんじゃうどんを食いに行こううどんねえお前めちゃめちゃ指図してくんな連れてったるけどさあうどん屋さんに来たな 天ぷらうどんという品があるぞ桐生殿わしは断然天ぷらうどんじゃラシェイなにお出し,しましょうってへ天ぷらうどんやろどこにあんねんあこれかオッケー天ぷらうどん食いてうまそう腹減った <laughs> うるさいな黙って食えあああああ つゆが透明じゃ。ズルズル。うん、出汁は効いててうまいの？毎度まだ来てな。ほんまに京都観光してるやん。ただのジジいと。ふう食ったの。あさて腹ごなしに一勝負しようかの。まだどこが行くのか？ わしは将棋が趣味でな。お主、一番相手をしてくれんか一番、え何何,何一番相手をしてくれんか仕方ねえな。まあ将棋か次は。おい、俺将棋分からんぞ、ルール。はい、将棋クソ長かったですと。はい、何者だ貴様に言おうはないまた四角来たぞ。そちらの五郎隊言うてるやん。お前ら何者だなぜこの老人を狙う 言ったはずだ貴様には用はないおとなしくこちらへ渡してもらおうかお前らが何者か知らんがあいにくまだ教案内の途中だ受け負った仕事を途中で投げるわけにはいかねえんでな聞かぬかバカな男だでは貴様から先に死んでもらおう、うん、はいお疲れさんほうほうさすがじゃかつての平八郎がごとき気迫じゃわい平八郎って誰じいさん あんた一体何者ださっきのやつらもそうだったがこいつらただの浪人じゃないかなり手だれの剣士だなぜこんな奴らに狙われるさての借金をした覚えはないしなぜかの<笑>,<笑>,笑うとる<笑>,笑い事じゃないぞ俺がいなければあんた殺されてるところだいやいや お主と一緒で助かったぞいやはりお主を雇って正解だったな <laughs> そんなことよりも日が傾いておるのそろそろ祇園へ参ろうかいやっとやなお行こうぜ祇園さて大門前に着いたねここから入るんかほうここが祇園かさっでは入ろう <laughs> 楽しそうやなちょっと待ってくれうんどうした都合でも悪いのかちょっと都合悪いなこの格好で入るのはちょっとうちょっと裏口から行かせてえな <laughs> そうかそうだったなお主は剣士と駆け回り2つの顔を持っておるのじゃからなえっ何<え>でしてんの、ね、お前あんたどうしてそれを わしはお主のこと、を前から知っておるのじゃ。はずーっと前からな。だから、お主に今日案内を頼んだ。やっぱお前がたぬきじ,じいやろ。どういうことだま、詳しい話は後でしようそれより早く聞かえてきたらどうじゃ。おい何にやこいつ気になるな。ううわしは門を入ったところで待っとる。 早くく戻ってくるのじゃぞわかりましたえ、はるかの身内なんかな <noise> さーてお待たせなんか喋っとんぞ、たぬきじいえっなしゃの遊びに来たのか,か,かあんたもこの町初めておな,て <laughs> なかに乗ってるやん。お前ちゃうやつに案内頼むな。うん シシドが目つけたわけじゃないんや金持ってそうやからって